グーテンタック、ケイコです。ドイツがですね、猛暑日っていうんですか、めちゃくちゃ暑いの、本当に暑いの。もう余裕で30度超えだし、今日なんて今もう夕方の6時なんですけど37度あります。めちゃくちゃ暑いので、多分ドイツ全体的にこんな感じで、ちょっとみんななんか暑すぎてパニック。ドイツこんなに暑くなることがなかなかないので、みんなパニックで、家の中はひんやりしてるんですけど、やっぱり外に出るとめちゃくちゃ暑くて、今本当に一番暑い時に多分外に来ちゃったんですけど、今日はですね、もう我慢できないのでアイスを食べたいと思います。暑すぎるのか、今日は人がまばらですね。夏休みに入ったからみんなどっか出かけちゃったっていうのもあると思うんですけど、今日はもう多分みんな家もしくはプールとか海とかそっちに行ってると思います。暑い。普段だったらもうここテラスとかも満杯なんですけど、今日は結構人がまばらです。私はですね、あそこの角のアイスクリーム屋さんに行きたいと思います。メニューはあらかじめもう決めてあるので、それを頼みたいと思います。うわ、パフェ美味しそう。あ、パフェもいいね。チョコレート、これ美味しそう。あれどこ行った、これだ、チョコレートのやつ美味しそう。うわー、普通に、あー、でもこういうすっきり系もいいよね。ヨーグルト、これはヨーグルトのなんかパフェ、美味しそう。ヨーグルトの美味しそう。うわ、これはパーティー用、何、2人用だって、やっぱでかいもんね。うわ、どうしようかな。うわ、なんか迷ってきたけど、もう決めてあるのでそれにしよう。なんか飲み物も頼む。あ、なんか冷たいもの飲みたい。ラテマキアート、いやいやいや、ちょっと待って待って、冷たいもの飲みたい。普通にジュース、はい、アナナスジュースが来ました。うまっ。私が頼んだのはじゃーん、これスパゲティアイスです。スパゲティアイスって言うんです。スパゲティ、ガチのスパゲティ。これ麺がアイスで、ソースがイチゴ、ホワイトチョコレートとかがかかってます。どうぞ。じゃん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 。すごくない、この再現度。普通にスパゲティなんだけど。ではいただきたいと思います。じゃん。うまー。甘すぎず、バニラアイスです。普通のバニラアイス。うまー。うまっ、うまっ。ただ熱すぎて溶けるのが早いっていう。スプーンがちっちゃくて間に合わない。中にクリームが入ってました。アイスとクリームのコラボ、最高。でも最後この見せ方さ、大食いの人のあれだよね。うん、はい、美味しかったです。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかった。今一応体の中は25度ぐらいになりました。涼しい。 OK OK、 1個目。はい、それではお支払いをして帰りたいと思います。今日も最後まで見てくれてどうもありがとうございました。それではまたね。チュース。